はいいよろししくお願いします、えー、今回高校受験対策シ繍シ,シリーズ第2弾やっていきましょう、えー、今回この5問ありますのでまず1回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解説付きで説明を答えを書いていきますので是非ね聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますじゃあ画面下げますのでお待ちくださいいくよ 前回ね第1弾、まあ、あって第2弾に今なるわけですけどたくさんのね高評価ありがとうございましたっていうのを一応言ったんですがえまだね投稿してませんっていうだからどうなったかわからないんですけど、えー、ぜひいっぱいいた,い,ただいただけてたらいいなっていう願いを込めて言わせてもらいましたというのもですねやっぱり授業動画っていうのは特にこうし高校受験対策だったら中3生が主になるので見る方の対象がもともと少ないんですよね。 だからあまりこう評価っていうのを頂けることがないのでちょっとねだ,ねだりました今回もよかったらね押してってください分かりやすかったらいいんでねお願いしますはいということでまず1番からいきましょうでまず1番は朝顔の花弁の問題ですまあ朝顔の絵は書いてありましたが特に気にしなくていいです朝顔の花弁はつながってるとこれねでまずここで大事なのが花弁がつながってるのって何だっけってこれ中1で習ってるんですけど書いておきましょうこの言葉がね受験で出されることもあるので まあ、グループ分けしたときに言われるのが合弁化類です。まあ、過敏が逆になってますけどね。過敏が合わさってる。つながってるとか、くっついてるって言い方をしますけど、合弁化類です。で、有名どころ、まあ、今回答えにもね、入ってることなんですけど、合弁化類に入っているのが、まず今回の問題の朝顔ですね。朝顔。で、えー、他に入るのが、 タンポポとか、えー、ツツジですタンポポツジで今回問題の中にはタンポポとツ,ツジがありましたねつまり答えとしては先に書いておきましょう答えはアか「あ」と「え」かこれが1番の答えになりますであとは「さつき」とかもね出てくることがあるのでまあこの4つを覚えておけば大丈夫かなと思います で、もう一方、やっぱり合弁化類やったら、そのセットとしてね、覚えてほしいのが、そっちはね、合わさるという漢字を使いますが、こっちは離れるです。で、後ろは同じで、これで、利便化類と言います。漢字のまんまです。花弁が離れているやつのグループを利便化類と言います。で、この利便化類でよく出てくるのが、 アブラナとか桜とかあとはえっとエンドウかまあ、この辺を覚えておくといいですねリベンカル類に関してはで今回意とウはさアブラナとエンドウが選択肢にありましたよねつまりリベンカル類になっておりますで今回の問題としてはあとえを答えられれば丸になるんですけどぜひね、えー、他のタイプの問題も出てきます例えばこういう名前が書いてあって花弁がつながっているのなんて言いますか合弁カル類とか合弁花って答えたりとか もしかしたら利便化の方を選択して答える問題も出てくるかもしれないのでぜひねこっちもチェックしておいてください一応3回で括弧にしておきましょうで2番ですね地球から見て太陽の全部または一部が月に隠れる現象をなんというか書きなさいとこれまず答えからいきましょう答えは日食です日食これ答えね まあもしかしたら月食の方で間違った方がいるかもしれないんですけど、まず答えとしては日食になります。でどういう状態かっていうと位置関係が大事で太陽ありますよね。で地球がいますと。で地球の周りを月は回ってるわけです。こうやってね、公転してるわけなんですけど月が太陽の間に来る。これ月です。 こういう状態が日食です。ちょっとね、みんなもぜひあの、今動画見ながらやってほしいんですけど、手を貸してください。握り拳作ってください。自分でね、みんな。作って、えっ、ー、と、片目をつぶります。目の。片目をつぶってですね、みんな自分の目の前に、ちょっと顔出すよ。こうやって目をつぶってやってください。こういう状態。で、こいつが月です。みんなは地球から見てる人間、地球ね。で、この月の奥、もっと奥に太陽がいると思ってください。 で、目片目をつぶった状態で、あっちを見てて、こうやって拳を横から出してきます。こういう状態。こういう風に出してくる。出してくると、みんながこれが月だと思ったら、ホワイトボードの奥見えなくなりますよね。そこに太陽があるんだけど、みんなが地球で月が隠れてくるんです。こいつの握り拳を近づければこういいか。隠してくると、こういつとか見えなくなるでしょこうやってやると、だん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 。だこういう状態。向こうにいる太陽が月に隠れて見えなくなっていく。これが日食です。 でさっきちょっとチュロッと話した月食の方ね月食っていうのは月がこっちですこっちで太陽はこうやって光を当ててますよねもちろんこうやって当てるんですけど地球がいることによって月に太陽の光が当たらなくなりますでそうすると月が欠けていくの月が見えなくなっていくのが月食です こっちは太陽が見えなくなっていくの。こう見たいんだけど、月がこうさ、かぶさ、かぶさってるから見えなくなるでしょだ見えなくなる。欠けていくものが違うからね。日食は太陽です。月食は月が欠けていくので、そこを気をつけて覚えておいてください。では3番ですね。えー、ある物体をバネばかりに吊るして、まあこれ吊るしましたと。物体が。えー、物体のぶつかりとくか。 物体がねバネばかりに吊るしてで重力の大きさを測ったら5 0ニュートンだったとつまりえっと、まあ、下向きにねちょっとこっち点ゼロけど5 0ニュートンの重さ、まあ、重力がかかっていたと重さがあるから下に引っ張るからねバネばかりをねそれニュートンでしたでこの物体をバネばかりに吊るしたままこのまま水にお入れてる容器に触れないように入れましたと。 いいじゃあですねざっくりいきましょう水があってですねまあ触れないようにねこう物体があって、まあ、バネばかりがあって、まあ、こう吊るしたとで、えー、ここは、まあ、水に入っておりますとこうやってねまあこんな状態ですでそうなったらバネばかりのの値が1.6になったのさっきまで5 0ニュートンで下に引っ張っていたのに水に入れたことによって。 下に引っ張るのが1 6ニュートンになりましたと。なんでやと。でこれはみんなさお風呂とか入るからイメージつくと思うんだけどお風呂の中にさ物を入れたりすると浮こうとしますよね。上にプカプカ浮いてくるでしょ。あれは浮力まあほの問題文にもありますけど浮力って物とかを上に浮かせる力が働きます。上に行けーっつってね。 で、それが働いたことによってさっきまで5.0で下に引っ張ってたのが1.6まで弱くなっちゃったと。じゃあこの時に物体に働く浮力つまり上にね浮かせようぜってしてる力です浮かせようぜっていう力はいくつですかという問題。だだかここれれの状態がわばすごく楽なんだよねだってさ下引っ張ってた力が1.6に減りました。 上に引っ張る力はこいつしかいません。いくつ？って、五点ゼロから一点なぜアホにしたばだし、赤ですね。順番的には赤の方が良かったね。五点ゼロから一点六を引いて三点四ニュートン。これがそのまま答えです。浮力の。状態さえ分かればどうってことはない。だもしかしたらちょっとよくわかんないけど引いてみようかなで当たっちゃった人もいるかもしれないです。この問題に関しては。 でもしそういうタイプの方は絶対理由を分かっておいてください。こういう状態だから引き算をして求めたんだっていうね。浮力は上です。上に浮かせようとするしかね。上行け、上行けってね。いう力になります。さあ4番です。ここは2問ありますね。まず、えっ、ー、と今、えー、絵は描けませんでしたけど、カエルの生殖のと発生の一部を、えー、模式的に表したものがありました。まあ、ABCDEF。で、最後はおたまじゃくしですね。になってるんですが。 A A、まあ、ここ書いてある、A、生死ねで, B が卵ですでそれが、えー、受精してこうなってここに C がいるとでこれが受精卵って言います受精した卵だからね受精卵この辺の言葉も出てくるので覚えておきましょう,う受精卵でそっからまあこうやって変わっていくわけです DE ってねでその時に、えー、まずカッコ1番 C がこいつねが細胞分裂を始めます で細胞分裂を始めて分裂分裂分裂でおたまじゃくしに <laughs> ごめんなるわけなんですけど、えー、た食物を取り始めるまでの間の答えを何というか書きなさいとこれは下でもいいかな一回こっちに書きましょう違うな右結構空いてるよねじゃ右ちょっと行くわ括弧1それがこの食物を取るまでの 答えのことを肺って言います。肺あ。めちゃくちゃ有名なんで覚えておきましょう。いいね、細胞分裂、受精卵がね、細胞分裂を始めてから、食物を取り始めるまで。これが肺です。で、括弧二2番がえ、次が、えっ、ー、と、染色体の数の問題ですね。で、これもですね、非常に、えー、シンプルです。シンプル。実は、 染色体の数っていうのは非常に、えー、規則的なルールがあって C まああと DEF となっていきますよね実は染色体の数ちょっと赤にしましょうか C 以降ここですこっちここは染色体の数はずっと同じです 変わらないです。染色体の数。ずっと同じ。ただし、ここです。元々の。生子と卵の状態、まあ。生殖細胞ってやつです。こっちらは生殖細胞って言うんですけど、こいつらは、ここの数の、半分になります。こっちもです。生子と卵は半分。でもね、イメージしやすいと思う。例えばだよ。ここの、染色体の数が、じゃあ、 10だから C が10だったら D も10です E も 10F も10とずっと10なわけです後ろはでもここは精子と卵が受精してまあ合体したわけよ合体して10になったもともと1010 10持ってたらさいや合体したら20なりそうじゃないだって10と10持ってきてんだからそうじゃなくてここが5ここが5を持ってきて半分ずつ持ってきたものが合体して受精卵の10になるわけ イメージとしてはね。だから、染色体の数に関しては、もともとの生殖細胞っていう、ここね、あの、原数分裂ってやつです。今回の問題には全く関係ないんですけど、まあ、ポイント的な言葉なので、一応書いておきましょう。なんだっけと思う方は、リンクの、まあ、多分リンクの動画貼ってあると思うので、見てください。すごく大事です。これよく出てくる。原数分裂。これね。あ、これ引いちゃダメだ。答えっぽくなっちゃう。原数分裂ね。で、まあ、減ってるわけですよ。でそこが、55になったのが10になるっていう。 でこれさえ分かってれば、じゃあどの選択肢が正解なんだっていうと、答えとしては1と5です。1と5。じゃ全部確認するとね、動画長くなってしまうので、1と5だけ確認していきましょう。1、B の染色体、ここです。B。こいつ、卵の染色体の数は、A の染色体、生死の染色体の数と同じです。同じです、ここは。もともとね。この染色細胞は同じだと OK。5番、E の染色体、ここです。 ここの染色体の数は A の染色体の2倍になってる2倍になってますよね正解ですとで他が違うっていうのは是非ね動画戻してもらって選択肢見てもらって皆さんの方で確認してもらえたらと思いますいいかなでは今回はね高校受験対策のシ旨シ,シリーズ第2弾やらせていただきました冒頭にも話しましたけどやる気が出ますので是非高評価の方とコメントの方よろしくお願いしますでは今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました